カーナーとの延長ぐらいの入り方をしたら、はい、その入りはドリフトになってないよって指摘を受けたことがあって、あ、はい、ちっちゃく入ってんじゃないですか。まあ行ってみます。じゃ あ、はい、じゃあドリフトみたいな入りしてドリフトすればいいんですよね、はい、こうどっちかっていうとドリフトはこういう入りっすね。あ、なるほど、こういう感じですね。大きくあんな感じですね。大きく飛ばす。はい、お願いします。回転をあのドリフトが滑ってるのでブーブーブー一瞬ピクッピタッて止めて、はい、またドリフトしますね。本当に 0.5 秒かそのぐらいなんですけど、うんうんうん、アクセル操作とステアリング操作もなんかドリフト止める方向になってましたね。あ、多分癖ですね。癖か、うん、なんでそこを直すといいかもしれないです、はい、なんかね高く丸、基本は丸く回ってるんですけど、はい、アクセルで回ってるじゃないですか、アクセルで踏んで滑って踏んで滑って踏んで滑って4回目ぐらいで一瞬止めるんですよね。アクセルをパーシャルぐらいにして一瞬止まってまた踏むんですよね、はい、そういう癖がありますね。これ基本やっぱあのなんか踏みっぱなし一定で踏んだ方が本当はいいですね。なるほど。だけど一定で踏むと実際は難しいんで多少はこうなっちゃいますけどね。そうですね、その4回目が極端。あ、一瞬止まります。本当に一瞬 0.5 秒かそのぐらい。ドリフト外から見てても、はい、止まってることは分かんないかもしれないけど、うん、中乗ってると分かります。出ましたけど、はい、気になるレベルじゃないですね。